2番は、全力であることをするときによく使う表現です。一生懸命日本語を勉強してきたんだ。一生懸命は今回の新しい単語で、全力を尽くすという意味です。ここでは、勉強してきたについて詳しく説明したいと思います。 勉強してきたは勉強してくるの過去形ですこれは動詞のて形きますのもう一つの使い方ですこれは出来事の時間的推移を表します特定の時点を基準にしてその基準時以前から 基準時への推移変化を表す場合には動詞のて形きますを使います。日本語を勉強してきたワンさんは今を基準にして今まで日本語を勉強してきたことを言っています。勉強してきた では、他の例も見てみましょう。日本語を勉強する人が増えてきた話し手は、現在を基準にして現在まで日本語を勉強する人の数の変化を言っています。人が増えてきたこのように使います。 では、今回の会話で、この文系の活用を見てみましょう。今はやっていないんですかええ。日本に留学に来てから、奨学金を取るために、一生懸命日本語を勉強してきたんだ。